カキン TV Everyday、 ヒカキンクッキングだよ。ブンブンハロー YouTube、 どうもヒカキンです。私ヒカキンがケーキを食べるときに味で悩むんですけど、ショートケーキ、チョコケーキ、モンブラン、そういうときにね、必ず食べたくなるのチーズケーキで、今日タイトルにもある通り何を作るかというと、ツイッターでバズってた超簡単炊飯器で作れるチーズケーキ作ってみた。一番簡単なやつ、はい、ツイッターでねバズってたんですよ。で、炊飯器でチーズケーキってやるとね、いろんな人がこう YouTube に動画上げてたり、美味しそうなチーズケーキのね動画めっちゃいっぱいあって、どれ作ろうかなって思ったんですけど、なんか材料とかも簡単で、でかつこのねホットケーキミックス使って作るやつ、ふんわり系の方僕は作ろうと思って、今回ね Twitter の丸見キッチンさんっていう方のレシピを参考にさせていただいております。で、結構本当に簡単なんで、やることはどちらかというと炊飯で時間待つくらいなので、とりあえずポンと作っていきたいと思います。材料はこちら、ホットケーキミックスで、炊飯器のね内側に塗るバターで、これがね案外主役かなっていう感じなんだけど、クリームチーズで、結構量の多いね砂糖で、卵、牛乳でございます。今回ね、この3合炊きの炊飯器、まあこれ結構使ってる方多いと思うんですけど、こんくらいの大きさ、これ用に作る量です。僕んちね、いつも5合炊きの超でかい炊飯器で、それで多分作るとケーキのさ高さがさ薄くなっちゃうんだよね、なんか、うん、なのでこれでいきます。ブーンブーン、あ、クリームチーズっていい香りね、これ、このまま食べた方がいいんじゃないか、ちょっと食べちゃおう。あんまり直で食べたことそんななくて、前柿になんか塗った気がするけど、あ、うめえこれ、赤ワインとかと食べたい味してる、これうまっ。これを電子レンジで600ワットで30秒温めて溶かします。硬いからねこれね、 GO、 600ワットで30秒、ファイヤー、5 4 3 2 1、はい、今回の電気代は約 0.2 円。安いね。ちょっと溶けやすくしたくらい。こんなもんでいいのかね。特に溶けてはないけど。なんかね、ちょっとだけまだ溶けてないから、もうちょっとやっちゃうね。溶けりゃいいんだよ、溶けりゃ。うん。じゃあもう、10秒。あ、10秒。はい。まあこんなもんだよね。この電子レンジパワーないわけでもないし。うん。大丈夫だよね。はい。それではもうここに生地作っていきます。このクリームチーズを、よいしょ、まずなんか柔らかくこねるんだって。よし、うんうんうん、ヨーグルトの香りですね。うんうんうん、ある程度柔らかくはなってるかな。うんうんうん、でここにホットケーキミックスいきます。一応これで本格お菓子作りにはこの網が必要です。うん、ダマにならないように。はい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 、牛乳 GO！ はい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 、卵大好き。うん、本当になんかホットケーキ作るんですかっていうルックスになってきましたけれども、いい、白身ごと入れちゃいます。で、あと砂糖だけだね。じゃあ砂糖、甘味料ってレベルじゃねえぞ。すごい量だけど大丈夫かな。ケーキっていうもんはね、うん、そういうもんですから。はい、すごいよこれ、もう合ってるよなっていうくらいの量だけど、ちょっと分けて入れた方がいいのかな。これすごいな、これ、かつてないかも、ここまで砂糖一気に入れたこと。はい、ラスト、はい、よーく混ぜます。てかもうこれでさ、ほぼ完成だからね。あと炊飯器の内側にバター塗って炊飯するだけよ。はい、必死に混ぜますわ。ちょっとなかなかクリームチーズがたまるね、これ。ちょっとダマになっちゃう。滑らかです。だいぶ滑らかになりました。こんなもんかな。ちょっとだけクリームチーズのね、このなんか細かいポコポコみたいな取れないんだけど、まあまあまあ、クリームチーズだからなんとかなるでしょう。 OK で、よし、あ、ちっちゃ、3合炊きってこんなちっちゃいんだ。あー、でも一人暮らしで上京した時こんくらいだったかもな、俺。可愛いサイズになるね、これね。これにバターを塗ります。で、これ溶かしたりしないで、これ消しゴム見てこうやって塗っていいということで、いきますよ。ほ、どうせ溶けるってことだね。てかこれこう、別に外しちゃっていいもんな。はい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 、うん、
こんな風に塗れてますね。まるで焼肉の時に牛脂をなんか塗ってるかのような感じ。まあ一応水位が高くなるかもしれないから高いところまで塗っといた方がいいよね。どうせ溶けるから溶けて美味しくなるでしょ。こんなもんかな。はい、オッケー。では行きます。いってらっしゃい。おらー、これがチーズケーキになるんだよ。これね、3合炊きの炊飯器俺わざわざ買ってきてよかったわ。ちょうどいい傘だもん、なんか高さが。ケーキはほら切った時に高さがちょっとある方がなんかいいじゃん、ふわふわ系のケーキは。いいね。だから家の炊飯器が大きい人は結構薄っぺらくはなっちゃうかもしれないね、同じ量でやると。おい、空気を出てくれ。うん、まあでも大丈夫かな。はい、このままじゃあ炊飯ということで。あら、これだけ簡単。オッケー、いってらっしゃい。炊飯スタート。できたこれ。あ、来た。あと50分うっすら出ております。あと50分楽しみ。はーい、50分経ちました。で、火がちゃんと通ったかどうか確認して、大丈夫だったらもう完成なんですけど、一応箸とかこういう串とかで刺してみて、なんかこう抜いた時についてくるとまだ柔らかすぎるということで、さあ行ってみましょう。頼むぞ。入れたよ。炊飯器簡単チーズケーキファイヤー。なんか柔らかそうな気が。ただ焦げ目がつくのは下側なんだよね。ただなんか、あーあー、つくどころか、あー、強めで頼むよ。これ全然まだだね。もう一回だね。ちょっと真ん中がこういうレベルなんで。おかしいね。もう一回いきましょう。全然もう一回だね。チクショー、チクショー、もう50分で。はい、今ね、さっき2回目ピーってやったら、これなんか AI かなんかがもう炊けましたよみたいな。15分くらいしか経ってないんですけど、ピピーってなっちゃって。いってみます。頼むよ。せーの、お、お、雰囲気が変わっている。どうかな。あ、柔らかい。あー、もうちょいかな。ちょっとついてきちゃってる。もう一回チクショー、3回目。今これ50分で出るんだけどね、なんか短縮するっぽいね。なんかもう炊けてる判定になっちゃうんだよね。まあ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 、あと1回でいけんだろ。はい、今ですね、15分かける2ぐらいやったので多分30分ぐらいやってます。だから計1時間20分ぐらい。いきます。3、2、1、ファイル。おー、いけてるんじゃないのこれ。あ、ほんのりね、この境界線がちゃんと焼けてる色になってるんだよ、ふんわり。あ、大丈夫だ、何もついてこない。これがポイント。よし、じゃあいっちゃいますよ。で、これがポイントが、皿を上に乗せて真っ逆さまにすると。ちょっとこれ皿がでかいから心配なんだけど。よいしょ。ちょっと待って。あ、せーの、よし、完璧。これドスンって出てくれたらいいんだけどね。やべえ、ちょっと端っこにしちゃったかもしんない。移動負荷です、移動負荷。いきます、入れよ。炊飯器簡単チーズケーキ、ドカーン。うおー、超綺麗。やばー、超綺麗なんですけど。それでは大成功だったんで、ちょっとこの粉砂糖かけてパティシエ感出していきます。ふわふわチーズケーキってこういうのかかってるでしょ。あー、完全にプロ。はい、プロです。本日からひかちゃんケーキ屋開店いたします。あんまかけすぎてもねあれだと思うけど、でもちょっとこの皿までがもうこれデザートだから、スイーツだから。なんかすごいな。でかいでかい。うほほほ、オッケー、これで切る。いくぜ、チーズケーキ。うわ、すっげえもちもちなんだけど、これなんだこれ。うわ、めちゃくちゃ弾力すげえ。うわあ、超大成功。しっとりしてるわ、それも中。いい感じだ。ブーンブーン、マジでお店で売ってそう。ということで、いただきます。いただきます。切った時にもう分かったけど、もちもちだったんよ。ほら見て見て、なんかさ、プルプルしてんのよね。もちもちなので、まだあったかいと思うしね。ういこんな感じです。断面明らかにしっとりしてる。カステラとかよりもしっとりしてるね、確実に。いただきます。ちょっとホットケーキっぽい香り。
まっ。うまっ。ただえ、なんだこれはね、ホットケーキだね。7割型ホットケーキの味がする気がするけど、ちょっとチーズケーキ、やっぱクリームチーズ入れたから。ただ甘くてホットケーキよりだいぶしっとりしてんだよね、うん、だからちょっとチーズの風味のあるしっとりホットケーキみたいな。美味しい。やっぱ砂糖いっぱい入れたから甘くてうまい。あ、チーズの味してきた。あー、ムラがあるかもしれない、ちょっと僕の混ぜ方とかに。なんかチーズの味するとよりうまいぞこれ。ん、ちょっとレシピ変えちゃうとね、なんかこう固まりやすさとか変わっちゃうとしたらあれだけど、もうちょっとクリームチーズを多く入れたいかも私は。これね、マジでうまい。もちもち。そう、いろんな YouTube の動画とか見たら、本当にほら、あの密度の高いさ、ふんわりケーキじゃなくて、あのもうねっとりニューヨークチーズケーキみたいな人とかいたんですよ。なんかマスオさんとかもいたんだけど、なんかでホットケーキミックス使わない人だとそういうふんわり系じゃない方になってたんだけど、これはこれでやっぱふんわりもちもちでいいね。いきます。ご、いくらでも食べられちゃうけど、この量でも、でも家族でみんなで食べたらちょうどいいくらいの量かもしれないね。一人二切れくらい食べて。可愛いよね、なんかルックスがね。うん、案外いいかも。なんかさ、見てこの断面、あのダマになっちゃってたさ、クリームチーズがさ、ポン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 ってさ、チョコチップが入ってるかのように入ってんのよ。ここがうまいのよ、なんかこのチーズが、うん、やべ、うん、って言ったらこの粉がで、ラクラクホイップやって感じで実は用意してたんだな。味的にはこれ何が合うんだろう。バターとかも合いそうな感じはしてるけどね。あ、うわー、贅沢やな。デカキンさんと同じことやっちゃったんだけど、もうついにこの域に達しちまったか。あの人生クリーム飲んでるんですよ家で。やばい、同じことやっちゃった、悔しいな。あ、うまっ。あったかいうちに食べると美味しい気がするね俺は。まあホットケーキみたいだからさ。やっぱチーズがもうちょっと入れたいかなって思ったくらいかな。うん、ちょっとスタッフもいるんで、みんな一切れずつ食べてもらいたいと思います。はい、今ジャーマネーが食べようとしています。どうぞ。パク。 YouTube は思ったことをそのままに食べるんであります。もちもちのホットケーキですよね。やっぱホットケーキですよね、素直にね。感じはとても美味しいですね。そう、ちょっとだけチーズ、ちょっとだけチーズ、まあ、ほぼホットケーキ。探すとチーズがありますね。そう、ちょっと、ほんと 10% ぐらいですね。以上。はーい、ってことで大成功だったんですけど、まあどちらかというとね、ホットケーキではありましたね。ただ見た目も美味しそうで、チーズケーキっていろんな種類あるじゃん。作ったこと僕もないんであんまり細かいこと言えないんですけど、こう YouTube とかに炊飯器でチーズケーキ作ってる方っていろいろいるんですよ。で、すっごいおしゃれなニューヨークチーズケーキとか、バスクチーズケーキみたいな、あのなんかね、表参道で流行ってるみたいな、あのギュッと詰まってる系の、ああいうのもね、全然作れるみたいなんだよね。なので、あの、いろいろ探して一番食べたいやつを作ってみるっていうのはありかなと思いました。で、僕今回作ったのはチーズケーキっぽくはなかったけど、簡単さと美味しさで言ったら多分すっげーいいレシピでした。まあ、びっくりするぐらいね、簡単だったんで、皆さんもぜひ作ってみてください。あの、正直ホットケーキってさ、薄いじゃん。家でやるとこうスターッとなって薄くなってさ、2枚重ねるとちょうどこうボリューム出るとか、そのホットケーキ 2,3 枚分の分厚さで中しっとりだったんで、正直ホットケーキを焼くよりだいぶ美味しかったなっていう感じだったんで、ぜひお試しください。この動画もしよければ評価、グッドボタンぜひぜひお願いします。このヒカキン TV のチャンネル登録もぜひ。その他私ヒカキン SNS もやってますので、説明欄からフォローお待ちしてます。最後までご視聴ありがとうございました。じゃんけんタイム、いきますよ。最初はブンブンじゃんけんポン、バーイ。ダーラク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 。